やったよ、火の三つ葉がやっと出た。マルチで周回して頑張ったよな。アナザーって本当に出にくいよね。まあこれでスキル上げ用に取っておいたクラミツハも消費してボックスが開くから良かったじゃないか。さあ火のミツハちゃん私のところへカモーン。3週間の長きにわたる挑戦が終わるな。優先しすぎて他の攻略が遅れてるくらいだったからね。無事ゲット。さあ早速見てみましょうか。そうだな。おお、この姿を拝むのにどれだけ苦労したか。他のアナザーより出現率ひどかったよな。さてこれからスキル上げ頑張らないと、スクショ。記念だな。嬉しさのあまりつい。しかし本当に出現率低すぎだよ。まずは先にスキル間にしたクラミツハのレアを確認。クラミツハの星6。に対して火のミツハは、星7、確かに出にくいでしょうね。さていよいよスキル上げのお時間がやってまいりました。スキルはクラミツハと同じなので、集めに集めた総数60以上、その全てにプラスがついているので何個でスキル間になったかわかります。便利だがプラス振りが面倒だな。さあ最初のスキル上げ、どこまで上がるかな？3ですか、幸先いいですな。でもこれからだからな。大成功とか出るとスキル上げに影響出そうで怖いよね。今どちらも3倍だから気をつけないとな。たった1。そういう時もあるよ。16上げなきゃいけないから大変だよ。今度はうまくいってね。大成功ですか。スキルに上がったから問題ないだろ。まあ浮かない顔だな。何を信じてスキル上げすればいいかと思いまして。まあたくさんあるから大丈夫でしょうけど。5個だけでスキルアップ2ですか。不満を言ってもしょうがないぜ。さあどんどんかけていきましょう。お次はどうなることでしょう。大成功ですね。に上がったってことは関連性は低いのでしょうか。まあ、ジンクスだからな。まだまだあるからどんどんかけましょう。さっさと出てくればこんなに溜まることはなかったな。やっぱり2ですか。5分の2か。もうちょっと欲しいところだね。例えば、5分の3でいいから、少しの差だな。欲張っても上がらないものは上がりませんから。やっぱり2ですね。これが普通なのかな。あと1ですか。おい、まさか。ここからは1体ずつかけていきます。無駄にならなければいいけどな。トライ&エラー。スキルも無事上がって無駄にならなかったよ。やっと終わったな。合計36体でスキル間になりました。進化素材ですがクラミツハを使うため数体残します。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。道のりは遠く険しい。頑張ろうぜ。